はい、阿部ちゃんです。本日はこちらに来ました。北千住です。このチャンネル初めての北千住でございますよ。この、ね、北千住もめちゃくちゃ飲み屋ありますから、ということでね、本日やる企画はこちらでございます。1万円八五酒イエーイ第4弾ですね。池袋、上野、中野に続いて北千住でございます。北千住もねめちゃくちゃあるから、しかも結構安いからね。じゃあ行きましょう。行きましょう。よし、ということで早速もう1軒目に向かいます、はい、すぐそこになんかちょっと有名な居酒屋があるみたいだから、はい、ちょっと1軒目はそちらに向かおうと思います、はい、よし、ということで1軒目着きました、はい、こちらでございます、はい、結構値段も安めだし、1軒目はこちらの幸楽さん行きましょうか、はい、じゃあ行きましょう。よし、ということで来ました、はい、もう一発目は大瓶です。はい、いいですね、朝日の。ありがとうございます。北千住編の1万円幕開けです。やった、乾杯。乾杯。始まりました。ありがとうございます。幕開けでございます。始まりました。早速ちょっとおつまみでも注文しようか。そうしましょう、うん、よし、ということでおつまみね早速注文しました。こちらでございます。はい、こちらアナゴの天ぷらでございます。はい、こちらヒラメ刺しでございます。これね、あの店員さんにおすすめされて、うん、このヒラメの刺身とアナゴの天ぷら、うん、本日のおすすめらしいよ、はい、うん、めちゃめちゃ美味しそう。うまそうだな、うん、ヒラメなんてなかなかさ、あんまり食うことなくない？ないっすね。いただきます。うわうまっ。身もしっかりしてるね、うん、しっかりしてるんだけどふわふわで、そうそうそう、なんかプリプリでもなくみたいな、ちょうどいいというか、そうめちゃくちゃうまい。あーうめえな、すごいヒラメ、すごいわ。次このさ何本も行くか、はい、あー美味しそう。こちらね、天つゆにつけていただきます。うわめちゃくちゃうまいじゃん。あすげえ、ふわふわだ、ふわふわだね、これはすげえ。人気な理由がわかるね。なりました、これ食べただけで、うん、うまいな。妊娠した時に勇気この北千住編最高のスタートなんじゃないですか。切りました、切りましたね、完全に、うん、もう一本頼むか。そうしましょう、うん、ということで2本目同じやつね。乾杯。はい、乾杯。ほら、ナスでうまそうでしょ、これ。ほら美味しそうな、これね。バッチグー。あ、出ました、めちゃくちゃうまい。出ました、バッチグー。塩で食う。うわ、塩で食っちゃうんですか。ほら、うわ、ほらほらほら、これは塩だったわ。塩です、うん、うまいわ。本当に美味しいですね、うん、まあ、こう、うん、ふわふわだ。じゃあちょっとね、はい、1軒目はこの辺りで終わって2軒目行きますか。行きましょう。じゃあ乾杯。はい、乾杯。いや、ちょっといいスタート切りましたね。最高ですよ、うん、とりあえずじゃあ2軒目行きましょう。よし、ということで1軒目だいぶ良かったな。いや、美味しかった、美味しかった、うん、ということでまだまだね、お金はありますから、はい、2軒目に向かいましょう、はい、もう行き当たりばったりというか、そうですね、行く場所決めてないからね、うん、こうやって自分の足で見て決めましょうよ、はい、あ、安いぞ。お、生ビール250円、ハイボールサワー190円だって。安い安い、見て、
100円メニュー、もつ煮、しめそば、これいろいろ100円メニューであるって。へぇ、うん、じゃあ2軒目ここ行くか。そうですね、海の家さんだね。はい、うん、よし、ということでじゃあ2軒目こちら行きましょう。海の家さん、よし、ということで2軒目ですね。もう早速ね、お酒頼みました。私は赤玉パンチレモンサワーということで、カパイ、はい、カパイ、ミンティアグリーズフレッシュレモンをセットで10名様にプレゼントします。美味しい、美味しいですね、うんうん、ということでもうね、おつまみもね頼んでますんで、こちらでございます。はい、こちらもつ煮込みでございます。はい、こちらハムキャベツでございます。はい、こちらしめサバですね。こちらがお通しでございます。はい、こちらね、あのお店の方からなどサービスでいただきました新キャベツの和え物だそうです。ちょっとこの100円メニューたちがさ、すごすぎて煮込みの量えぐいっすよ。だよね、うん、この量でさ、100円ってちょっとやばくね。やばいやばい、うわえぐいもん、量で100円って。いただきます。いただきます。あ、うまい、家庭寄りの味だね。そうそうそう、うん、白味噌タイプの、うん、この量で100円ってすごいよ。じゃあこのね、100円のこの可愛いハムキャベツいくか。これもキャベツの量すごいね。可愛くないこれ。めちゃめちゃ乗ってんだから、うん、さてこの後なんですが、どうも伝えまでがサラミ寄りのね、サラミ寄りのハムでコールスロードレッシングみたいな。そう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 、酸っぱい感じのキャベツで飲めるっていいね。確かに健康。そうよ、キャベツで飲めるって健康だからな、ね、お店の人からサービスで、そう、新キャベツの和え物、なんかまさかのサービスでいただきましたよ。嬉しいね、そういうのあると本当嬉しいですね。新キャベツいただきました。あ、うめ、ごまだ、めっちゃうめ、キャベツが美味しい、めっちゃうまい、うん、家庭だね。そう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 。家庭感あるね、全体的に。で、実はこういう風にやっぱり10年刻みなどで見ていきますと、この店家庭的じゃないですか、ね、え、一番家庭的なポイントは、うん、猫。そうなの。壁際のメニューを阿部さんがカメラで撮っている時に、うわーって言う。そうそうそう。猫と目が合う。そうそうそう。いるはずのない可愛い猫ちゃんみたいな。しめ鯖、これも100円だからね。しめ鯖100円ってちょっとヤバくない、うん、じゃあこのしめ鯖いただきましょうよ。いただきます。うわぁ、ちゃんとうまいやん。うん、閉まってますね。なんで100円なんだろうね。サービスがすごいよね、うんうん、めちゃめちゃうまい。で、このお通しもね、ついてくるみたいで、なんだろう、この大根のね、ひたし、おひたし的な油揚げと、うん、いただきます。続いては大阪です。昨日、非常事態宣言の家庭、全体的に家庭だね、うん、白だしとかで、ですよね、優しい味の、うん、めちゃくちゃうまいじゃん、うん、はい、ですか、はい、じゃあ2杯目頼みますか。そうしましょう、うん、よし、ということで、はい、2杯目お茶杯、乾杯。よろしくお願いします。あ、濃いな。濃い。濃いね。酒が濃い。酒濃いですね。よし、ということで、あのおつまみもね、はい、追加で注文したんで、こちらでございます。はい、こちらが銀だらの煮付けでございます。めちゃくちゃうまそう。美味しそう。いや、この銀だらですよ。めちゃうまそう。めちゃくちゃうまそうじゃない。ねえ、ねえ、うまそう。じゃあいただきます。うわ。うん。めちゃくちゃうまい。いい味だね。最高にうまいわ。うん。身がふっくらしてね。うん、魚の味もしっかりしてね。めちゃくちゃうまいわ。やっぱり
全部家庭ですね。そうだね、あんまり濃すぎない味付けでね。そうだね、うん、うん、コメントとかそういうのありがたいよね。マジでどこどこおすすめですとかさ、どこどこ行ってくださいみたいなね、やっぱ見てる人もやっぱさ酒飲みが多いからさ、やっぱ知ってるんよね。そう、うん、結局ねここで飲んでほしいとかあったらね、うんうん、どんどん言ってほしいよ。そうそう、うん、いずれね行くんで、うん、な、じゃあ乾杯して2軒目終わりましょう。そうしましょう。じゃあ乾杯。はい、乾杯。発表された新規陽性確認者は545人でした。いや最高ですね、うん、まだまだお金ありますか、はいはい、うん、3軒目行きますか。そうしましょうか、うん、3軒目行きましょう。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやうまかったね。美味しかった。これね、あのここね、はいはい、あれないよ、ほらそこに猫ちゃんいんのよ。あ、本当だ。そう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 、癒しよ癒し。かわいい。かわいいよな。看板猫ってやつですね。そう、ということでじゃあ3軒目向かいましょうよ。そうしましょう。うん、よし、ということで3軒目向かいましょう。はい、ちょっとねプラーっと回ってきて、うん、ね、いい感じのお店がねあったのよ。はいはい、あのさっき海の家さん、はい、出たすぐ下のお店、あら、こちらですね、この石川龍之介さん。だからさっきもね降りてきて見たんだけど、はい、結構安くて、でハッピーアワーでドリンクも安くなってるから、ということでじゃあ3軒目はこちらのね石川龍之介さんに行きましょうか。はい、うん、じゃあ行きましょう。はい、ということで3軒目でございます。まさかの焼肉屋さん。じゃあ乾杯。はい、乾杯。やっぱハッピーアワーっていいね。ね、おつまみを注文しました。こちらでございます。はい、こちら豚タンでございます。はい、こちら牛ホルモン盛りでございます。小腸、島腸、ギアラ、めちゃくちゃボリュームだね。ボリュームすごい、すごいねこれ。はい、こちらが白菜キムチでございます。うわー、ほらほらほら、いいですよこのね、炭火がいいね。ええ、いやうまそうですよ高見さん。そう、いいですかねえ、3軒目にして、3軒目で焼肉ですよ、まさかの。そう、この炭でね。そうよ、やっぱ炭で焼くのいいね。七輪で炭で焼くっていう、これですよ、ね、うん、いい、よくない、たまんねー、うまそう、うわめちゃくちゃうまそうじゃんこれ、ほらこれはうまそうですよ。うわー、うまそうでしょ、ほらこれね。じゃこのね、レモンで、レモンをこうね、じゃこのレモンをこうつけて、うわ、はい、これうまそうでしょ。いただきます。うわっ、うまっもう弾力すごっ、ゴリッゴリだわ。マジっすか。うん、やっぱ大きいからさ、うん、しっかりしてるわ。うわ、いいな、これは。うまい、これは絶対ビールだ。うわ、最高おぉ、うめぇよねこれ。これうめぇよな。うめぇ、ここに来ての肉たまらん、たまらんな、うん、タンの油たまらんね。うめえ、うめえ、うん、最高。 OMG、 のみちゃんに影響されてる我らが姉さん、うん、じゃちょっとこのホルモンを焼こうか。はい、うん、これめっちゃ量多くない？多い、すっごいよな。これで600いくらでしたよね。そうそうそう、信じられないんですけど、めちゃくちゃ量多いよ。
これまあミックスっぽいね、うん、いろんなホルモン。うわーこれほらどうテンションぶち上がりこんな一個一個でかくない？でかい。こう見てこのサイズ、ほんとでかいよな。うわーうまそうもう全部焼くわ。はい、どうぞどうぞ。全部焼いちゃいます、うん、ほらこれほらほらうるこれ半端ないでしょ。網一面にホルモン。網ホルモンですよ。網ホルモン。網ホル。これがいいんだから。うん。そして阿部さん。このホルモンを焼いてる間に、うん、キムチ。キムチ。このね箸休めのキムチですよ。出ました。うん。うまいな。やっぱこういう焼肉屋さんのキムチってうまいからな。そう。うん。絶対食べないと。うん、食べないと。じゃあキムチいただきます。うめっ、うめっ、うめっ。あ、辛い。結構辛めだね。辛い。うん。本格的なキムチというか。ね。うん。辛うま。これすっごいですね。ホルモンパーティーですよ今日は。ね。うん、すっげえ。じゃキムチうめえな。うん。これニラが入ってるのもいい。うん。ホルモンが暴れてるぜ。やばい、うわうわすっごいすっごいすっごい、めちゃくちゃうわわわわわ、ね、ここね、氷をね氷をちょっとね沈下しないと沈下灼熱ホルモンじゃん。灼熱ホルモン。もう見えないもん、肉カメラ越しで。でもめちゃくちゃうまそうじゃない、ほら。あーうまそう。うまそうよな。ほら絶対うまいじゃん、こんな北千住最高。北千住クオリティですよ、これは。いやいや、焼いてください。タミさん、もうだいぶいい感じですか？もういいでしょ、これ。ねえ、食べれるよな。ほら、これとかさ、うまそうじゃね？あ、やばいやばい。なあ。すごいすごい。じゃあこれちょっといただいちゃっていいですか？はい、お願いします。うん。これほら。これめちゃくちゃうまそうじゃね、ほらこれ。いや、うまいよ。いただいちゃっていいですか？どうぞ。じゃあ、いただきます。うわうんめ。やったー。うわー、やっぱうまいな、ホルモン。うん、めちゃくちゃ脂乗ってて、はい、アルコールです。いやー、カインカイン。じゃあ、高見もね、食べちゃってよ。じゃあこいついただきますわ。そいついただいちゃってよ。うわーうまそうだな。うわうわーうまそう。絶対うまいよ。では、はい、いただきます。ほっうまい。うめえよな。めっちゃうまいホルモンだね。おー、いくね。いやー嬉しい。よし、ということで私2杯目、はい、ハイボール。乾杯。はい、乾杯。うめ、うん、うまい。うまマジでうまい。マジでうまいな。すごいわ、うん、なんか壁にサインがめっちゃあるんですよね、この店ね。もうちょっと誰のサインかわかんないんだけど、これ結構有名なお店なんじゃない？だと思う、マジで。うん、たまたま見つけた店なの、ね。うん、お、いいですね、高見さんも。はい、2杯目。2杯目ウロハイ。うまい。うわ、1万円はしご酒シリーズで初焼肉屋さん。そうですね、ね、普通来れないですよ。なんかさ、北千住さ、ハッピーアワーやってるとこ多いね。そうですね、昼飲みに結構向いてるというか。でも空いてる店がまず多いですね。うん、うん、昼から飲めるお店が多いね。うん、うん、乾杯。はい、乾杯。まあ、だいぶいい感じになったな、うん。まあ、だってもう3軒回ってるからな、はい、次4軒目いきますか。行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、よし、
ということで続いては4軒目でございます。ケリケリペッペーキーミザーエリメラーレガロニー、ごめんなさい酔ってます、すいません。TWICE 流れてたんで踊っちゃうもんね。これここここれね、ここですよ、丸安酒場さん。はいはいはい、なんか100円、300円、500円っぽくて、あれなんかイサゴ酒場っぽいよね。見たことある。うん、で見てこれ、この開店記念サービス札幌生ビール半額150円だからね。できたばっかなんですかね、なんかな、うん、あからさま安いからさ、はい、ちょっと中華行こうよ。行きましょう。じゃあ行きましょう、うん、ね、4軒目はじゃあこちらのね丸安酒場さん。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。よし、ということで4軒目来ました、はい、もちろん生ビールで。じゃあ4軒目乾杯。乾杯。はい、うまい。ああ、いいね。よ、本当に我々は無計画で来ますからね。街に。そうよ。いやもうやっぱそれが一番いいのよ。うん、結局このね、どこ行くかとか決めずに、そうそう、ふらって回って、あ、ここ安そうだなって思ったところに入る。うん。それが一番いいのよ。そうなんですよ。うん。だいたい今まではこういろいろさまようじゃないですか、うん、ひたすら長い時30分ぐらいさまようじゃないですか。そうそうそう、どこのお店にしようかとかね、うん、北千住は5分。いやそうなのよ、うん、あのねもう密集してるから、そう、居酒屋がすぐ見つかりますね。安いとこしかないしね。そう、うん、逆にもう引く手あまたっていうか、そう、どこにしようかなみたいなね。すごいわ、うん、ということでね、うん、もうおつまみもね注文したんで、うん、紹介しますか。はい、はい、じゃあこちらでございます。はい、こちらメンマの冷製でございます。これで100円だよね、やばくね、この量この量で100円でやばいよね。はい、こちらがね一応お通しで、300円ですね。はい、ポテトサラダですね。はい、こちらナスと豚肉炒めでございます。300円ですよ、これでボリューム安っ。いや、 やっぱすごいな、ね、100円と300円でこのさ量って信じられないボリュームが来たね。ナスよナスと豚肉よ、ナス推しの絶対にうまいじゃんこんな、うん、ね、これで300円ですごくない？すごすぎるのよこの量で、ほんとね、うまっうわっ、うん、うめっ、濃い味付けだな、ね、中華、中華だわ、うん、このナスうめえな、うわうめえこれ、味濃いんだけど全然辛くないね。そう、お酒とご飯に合う、うん、すごい、うん、うマッシングアワー。じゃあちょっとメンマいくか。行きましょう。このねラー油もかけて、うん、このねラー油ありきで、100円でこの量えぐくない？えぐい。これ100円でこの量ですごいよな。いただきます。まあまあ、まあ美味しいね、まあ、もう100円でこれならもう100点。うんうん、言うことねえっす。言うことねえ、うん、すごいわこの店で。このねなんかお通しも一応ついてくるみたいで、うん、ポテトサラダですかね。ポテサラよ。なんか甘くない？なんかマヨネーズが入ってないのかな。なんかポテトサラダのようで近く、うん、違うよね。芋がすごい強いのかな。はいや。ということで私2杯目でございます。はーい、乾杯。はい、乾杯。ちょっとねこの中華料理屋さん特有なんかな、はいはい、なんかこういうのあるよな、よく占いですかね。占いね、うん、せっかくだからやる。うわ、俺これやったことないですよ。マジ、うん、1万円の、はいはい、範囲内でやるかね、おつまみだとして。なるほどね、うん、そういう酒の、そうそうそう、そうそう、当てですよ、当てですよ、こういうの、うん、100円入れて、うん、入れた。でこれでガチャって、ここをガチャってすんの、うん、お、入った。でこれ出てきたでしょ。これ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 がもう占いですから
出た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 。うわー来た来た、あなたの運勢吉。私の運勢吉。ラッキーナンバーありますね。うん、俺4番だわ。俺4番だな。え、一緒。ラッキーカラーもあるね。ありますあります。俺ブルー。ブルー。一緒じゃん。これな、こんなね。うわ、占いがつまめるわ。4軒目、うん、乾杯して終わりましょう。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。はい、いやもうこれ北千住最高ですよ。すごい街。うん、うん、ラーメンとかね、食べたい食べたい。ちょ締め行きたいよな。締めたい締めたい。ということでじゃあ5軒目、はい、行きましょう。行きましょう。よし、ということで5軒目に向かうんですけども、もう最後はもうね、締めようと思って。はい、そちらの店はこちらでございます。ドン。究極の塩出汁そばすけさん、優秀の美を飾ろう。はい、ここだったらね、残りの残金でいけそうだから。はい、まあ、多分お酒は飲めないんですけどもね、ということでじゃあ行きますか。行きましょう行きましょう。巡り巡ってギリギリ食べれるところを見つけましたね。うん、ということでもうね、そばの方もね、ちょっと注文したんでこちらでございます。はい、こちらがかけそば、普通のかけそばでございます。はい、私のが鶏そばでございます。じゃあいただきます。いただきます。ありがとうございます。めっちゃうめうめ。うわ、うわ、うわ、はあ、うめえなこれ。染み当たるわ。染み当たるな。またちょっとラーメンと違ったこの良さというか、ね。いや俺鶏そばなんだけどさ、鶏の出汁がめちゃくちゃ効いてうまいわ。でこの麺のさ感じがこのバラバラなのよ。ね、太さがバラバラやね。うん、うまっ。もう締めてよかったな。そう、そこよな、一番はな。うん、うまいこと締めれましたよ。締める、締めれるか締めれないかってだいぶ変わるから。やったやった。いや北千住でもだいぶ酔ったな。うん、うん、すごい街でしょ。あちこちに居酒屋。そうそうそう、もうなんか居酒屋街っていうのが密集してて、俺の好きな街だった。ちょっとこれ入れてみようかな。俺うまいですよね。例えばあのなんか一味唐辛子みたいなね、七みたいな、うん、七味とかの代わりになる。そう、うん、じゃあちょっとこの唐辛子入りで、はいはい、いただきます。うん、うまい。なあそれ。いや美味しいわ。ラー油っぽいね、やっぱ。でごまの風味がさすごい感じれるわ。やる気は全くない。いや楽しかったね。いい街でしたね。いい街だったわ。じゃあちょっとお水だけどさ、最後乾杯して終わるか。北千住に1万円いちご酒、はい、最後です。乾杯して終わりますか。よっしゃ、乾杯。まあ、今回はね、この1万円八五岳北千住編でした、はい、うん、ということで最高でしたね。最高でした、うん、めちゃくちゃ満喫できました、うん、ということでごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。さよなら。